松田茂役は、将棋棋士。棋士番号は25。鳥取県鳥取市出身。A級在籍10期。金子金五郎九段門下。1935年、金子金五郎門下で奨励会入り。1940年4段。1951年8段。1981年9段。1985年引退。1988年呼吸不全のため死去。日本将棋連盟理事を長く務めた。晩年に名前を茂之から茂役に改名した。酒を愛した無頼派の将棋指しであった。こういうタイプの棋士が高く評価された王子、増田幸三が A 級棋士に向かって、君たちの将棋は松田君より大駒一枚弱いと言ったことがあるという。また、アマ強豪棋士とも多く交流を持ち、小池茂昭がプロ棋士を志願したとき、師匠役を買って出て、棋士会で小池のプロ入りを提案した。しかし出席者の大半が提案に反対したため、棋士総会で正式議題として取り上げられることもなく、小池のプロ入りは立ち消えとなった。プロ入りした弟子には、加瀬純一、木下幸一、真田圭一、女流の弟子には、長沢千和子がいる。詰将棋の名手としても知られた。ありがとうございます。